ンメンバーに来ていただきました。こんにちは。セナがいませんね。セナがいません。どこ行った？すぐ遅刻する。すぐ遅刻する。本日の企画はセナ王です。はい、みんなセナのことを誰が一番理解してるか決める企画です。質問に対してセナがどう答えるかを予想してみんな答えてもらいます。はい、今回はレイナが考えてくれた10個の質問をセナが答えてるんで、みんなその質問をね当ててください。一番正解の数が多いメンバーがセナ王になります。はい、みんなもうセナとは2年ぐらい一緒にいるんかな。残念ながら。もうほぼ毎日一緒にいるし、もうセナのことは理解してる？あ、ちょっらしいです。まあセナのことなんで、まあ、結構真面目に答えてるかな？いやちょっとわかんないんで、変なも飛んでくるかもしれんから、それも予想してみんな答えてください。ではスタート。じゃあ一斉にドンって出してください。せーの、ドン。三重県。好、三重県。はい、三重県。三重県。アホだ。全然違うこと言ってるかもしれない。そっか、いくで。はい、行きます。出身地は三重県です。うわ、やばー。まあこれ普通やろ。めっちゃ早い出身地。じゃあ1問目みんな正解でーす。どうですか？これから頑張ってください。はい、続いて第2問。セナの一番好きな食べ物は？どっちやろ？食べ物や。確かに。どこ信じてる？セナが答えるからな。すごいな、みんなこう二択がちゃんとあるんやな。だってずっと言ってるもんな。みんなやっぱ書くの早いな。ねえ、早いですね。すごい。めっちゃ怖い視線が。せーの、ドン。はい、初音から。初音、どうしよう。から揚げ、から揚げ。おお、絵描いてる。かわいい。から揚げ、どうでしょう。スタイルをいきますよ。はい、一番好きな食べ物は、タピオカです。ダンサー、ケーキ屋さん、お花屋さん、ケーキ屋さん、お花かき、お、ミクとマホ一緒？みんなケーキ屋さんは一緒。ローソーちょっと入れてみた。入れてみた。なかったっけ？セナっぽくないな、それは。そうです。いくで。子供の頃の夢は、ケーキ
屋さんとお花屋さんでごめん。好啊一番好きな曲は、まあ、これは分かると思うんですけど、社員です。すごいですね。どんどん落としていく。今はどんな感じだ？今はね、マホ4ポイント、ミク4ポイント、ユイ3ポイント、カタメ3ポイント。飛ぶ虫。虫飛ぶ虫。飛ぶ虫。飛ぶ。そう。朝電話してきて、虫退治しに来て。行った？行きました。めっちゃ良かったよ。で、それ虫じゃなかった。イエーイ。もう行かなかったね。行くで。世の中で一番怖いものは？世の中、いっぱいあるんですけど。一番虫。おお、やったー。もうずっと頭の中にさ、虫聞こえてる。虫怖い。はい、どんどん行きますね。わかりやすいね。第6問目、ゆいの好きなところは？想像つくんだけど。まあ、ゆいは照れずに聞こうかな。これでも外したら恥ずかしいと。そんなん何も分からへん。でもちょっとなんか恥ずかしそうに言ってた。真似して言ってな、回答。せーの、ドン。ゆいさんの好きなとこは友達思い。似てない。ゆい。私、虫を大好き。ゆいの好きなところは？まあ強いて言うなら、なんかみんなをまとめてくれるところです。違う？
っちゃドヤ顔してんで、セナ。バリドヤ顔。第7問目。はい。メンバー内の推しは？うわ。過去理由も。うわ。理由も話してください。はい。セナの推し。あ、ちなみにこれコトネマかな。コトネマの時に見てるやつかな。カザネやったで。え？行きたいって言ってた。私は堂々と生きてます。ちょっと違うよ。違うよ。生きてるもんね。があるって感じだ。嬉しい。でも、うん、今後で向かってあげる。ナイス。分からんから僕も行きたい。分かるよ。分かるよ。じゃあ行きますよ。せーの、ドン。ミユさん。めっちゃ出てきてる。メンバー内の推しは？えぇ、ー、理由も、理由はやってなかった、推しは手挙げてる手挙げてる。まあまあまあ、ミユさん。うわーだー。ミユは理由は、なんか小動物みたいで可愛いのにめっちゃ踊れるところが可愛いです。ミクの話してんじゃん。この間さ、ミクにさ、スズメみたいって言われて、スズメみたいで可愛いです。小動物みたいやのに踊れるところがみたいなね。でも、名前合ってるし。で、全員1ポイント。髪の毛くくってたスズメになるらしいわ。なミク。でミクは褒め言葉やったよな。ありがとう。そう、ビーズガールズ関係のこと言ってる。あ、そこみたいなところ。そこねーではないけど難しい。思い出。おー、じゃあみんな確かに思うこと、みんなもちゃんとその時とかいるな。うん、はい、自信ある。おー、楽しいより嬉しい。嬉しい嬉しい嬉しい。でも、セナにしては真面目すぎて。うん、真面目。でも真面目。でも分かった。嬉しい。マホはこれやな。楽しいっていうより嬉しい。もうその通りやね。いくで、せーの、ドン。リーグ優勝、優勝した時勝ち深い。ビーズガールズ勝った時。おお。じゃあ行きますよ。今までで一番の思い出は？人生ですか。はい。いっぱいあるな。あ、でもビーズガールズのオーディションに合格したことです。うわしましたね。やったね。はい、ではいきますぜ。あと2つ。第9問目。自分の弱点は？ちょっと。ちなみに、あ、これもう言っといただけるわ。あの、セナ弱点ってことで知らんくて。あ、なるほど。何やと思う？弱点。いや、いや、分かって弱点。なんか発音も変。弱点。分かるけど、いざとなったら分からんやん。まあでも弱点。かけた？はいはいはい。せーの、なん。狭いところとか暗いところとか高いところ。高所恐怖症。確かに無理だ。あ、そうかも。ずるいじゃん。おお。ずるいずるいずるい。ミク。お。すごい落ちる系のジェットコースターです。はい、じゃあラスト。待って、今マホ7点、ミク6。
ゆい5、さぐみ4、4、5、6、7、すごい、まあ、もうほぼ負けやな。次答えましょう。最後、セナポーズの由来は、レイってやつ。でもなんか、レイナも知ってた。由来だね。そのイメージあるって言ってた。何してるのっていつも思ってた。カッパかと思ってた。全部が出てくる。ある人物が出てくる。なんかをしてて、なんとか。それ分かる人には分かりそうだけど、その人の話とかあるかも。みんなが先生だね。人は合ってると思ったから、人はそうで知り合ってる。自分に行くぜ。せーの、ドン。セルソン生え際隠してる。なんかあの染めてるから髪の毛を。由来は、由来はなんか考えるときにそしてあの OG のチャルさんがこれようやってるよなみたいな、そのイメージでもで、なんかこうなりました。チャルさんが、チャルさんがなんか見つけてくださいました。魔法じゃね、すげえ。ミクもほぼ合ってる。そうやな、一緒。いや、なんか一番派手なんですけど、これそのアホ毛隠してるやつもオスのポーズやんみたいな。じゃあミクとマホがどうする？おしんちゃん。違うとのことで。じゃあミクマホ正解でーす。終了でーす。はい、結果は風音4ポイント、ゆい5ポイント、ミク7ポイント、マホ8ポイントでーす。王から後ほどアイスの贈呈があるそうです。はい、以上、セナ王でした。